はい、またクワガタシークもちょっと毎回動画撮れるか分かんないですけど、まあ、撮れないと思いますね。撮れないと思っていてください。あれ急遽決めました。パープル血統かな、パープル紺色の、パープル紺色、まあ紫と紺色の虹色クワガタ買います。で今アマゾンでですよ、アマゾンでそんなレアな血統の虹色クワガタってあんま売ってないんですよ。ノーマルの普通の虹色クワガタしか売ってないんで、本当にすごいなと思って、その残りっていうのを僕が買いました。はい、なんで楽しみですね。まだお金払ってないんで届かないですけど、まあ、明日ね、コンビニ行って支払いにコンビニ払いであれしたんで支払いしていきたいと思います。6500円かな、高いっすね。なんでかっていうと、まあパープルとその紺色がちょっと合わさった血統なんで、ディープパープルだったっけな確か、結構いいっすよ、結構いいっすよ。なんでまた届いたらね、動画買いましたっていう動画投稿するんで、お願いします。はい、じゃあ皆さんね、もう今何時、深夜1時なんで、まあ、おやすみなさいってことで、ご視聴ありがとうございました。皆さんいつもありがとうね、本当に。僕の動画ね、もう花火メインでやってきてるから、ま、昔もっとクワガタの動画幼虫からやって撮ってたんですけど、もう元と、なんて言うんだろう。まあやっぱね、一番好きなものって言ったら花火だから、花火メインにしましたけど、昔っていいのか、2017とか16の時は、3年前か2年前かぐらいは、クワガタでやってましたね。けど、もうね、本当いろんなことやってると金が追いつかないんですよね。ってことで一番好きな方に金かけるってことになって、花火をやることに専念しました。はい、まあでもやっぱクワガタってまだ飼育してみてえなと思ったからちょくちょく買ってるわけですけど、皆さんね、花火メインで見てくれてる、花火だけを見てくれてる方もちょっとそこはご了承ください。はい、もう1本本当に少ないんで、花火すごいな、ちょっと花火メインでやるんでやってるんでね、これからもやってくんでよろしくお願いします。はい、で今日の今の動画はディープパープル血統のクワガタ、虹色クワガタを買うってことでよろしくお願いします。ちょっといきなりライトじゃないや、電気はすごいですけど、あ、ここを来れば大丈夫ですね。じゃあおやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。